名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。中日ドラゴンズ対阪神タイガースのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もない。さあ、そしてバッターボックスには京田が入っています。さあ、追い上げのチャンスを迎えています。まあ、こういう展開ですから常に1点でも多く返していくという意識ですよね。なるほど、そうですよね。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーホームイン、ボールは中継、セカンドランナーも今ホームイン。ドラゴンズ2点返しました。6対5になりました。なおもチャンスが続きます。3番バッターアルモンテ。ドラゴンズこの回2点を返しています。さあ、1点を追いかけ、なおも同点のチャンスを迎えています。ジャストミート、ワンバウンドヒットになった。同点のランナーが3塁を回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。ドラゴンズ追いつきました。6対6、試合は振り出しに戻りました。ドラゴンズが見事勝利を収めました。小宮山さん、今日はピッチャーは打線に助けてもらったと言っていいでしょうね。そうですね、まあ、長いペナント考えればこういう日もありますんでね、まあ、次はしっかり抑えてくれるでしょう。まあ、そのあたりは持ちつ持たれつなんでしょうね。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。皆様、本日は